あなたをつなぐムーチューブつなぎ役はヒューマンキューブのミーコーですよろしくお願いします <laughs> そして注ぎ役は月刊ムーン三上編集長ですよそい三上ベスノスノチュースノーチュースグラシャス引きずってますねえどうでしたいやーメヒコこの皮膚を見れば <laughs> こんがりこんがりとメキシコ色浴衣タン焼け<ユカ> <laughs> 浴衣、浴衣、なんと、あいよ。何度ですか。もう密林だよ。もう四十度近い、もう。さ、つい。うわ、もう、日本寒あみ、みたいそうですか。ちょっと、こっちは、やっと花見ですね、とか、すねとかねそういうんじゃない。もうね。向こうは、そもそも、桜咲かねえし。な、常夏。もう、常夏。もう、常夏というか。常夏さ、おて。なんだろうな。 サボテン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 って感じでねテキーラというよりはコロナビールコロナビールにちょっとねレモンを垂らしてってやっぱご当地で飲むビールはうまいねちょうどねちょうどというか先々週メキシコ観光業界と特別メキシコの観光に特化した旅行会社さんと。 タイアップで。はい。ムータビ、メキシコツア、うん。すごいね。豪華ツアーですけど。結構なお値段だけどね。五泊六日、うん、まあ、ちょうどね、今日も。その参加した方の。メキシコの人たち。くれましたしいなー。いやー、まあ、濃かったよ。<わー> <laughs> ね。まあ,あ、あれだよね。行くところ、ムー的には、やっぱり、こう、遺跡とかね。はい、はいはい。ね、そういう。あるでしょ テオティワカンとかね、ククルカンのピラミッド。ククルカン、知事エーの、ね、はい、あの有名なピラミッド、ちょうど春分の日にそうそうそう、春分の日、行ってるなと思ってたんですよ、ね。ククルカン、ちょうどね、日没の。十分ぐらい前、がちょうどい、はい。だから、その時間帯に合わせて、こうみんなこう。ね。はいはい。まあ、すげえ人よ。 あやっぱりあの写,写真に写ってるこっち側はねロボはってね行けないようにしてるから誰もいないように見えるんだけどこの反対側はねすげー人だねへーも<う>そ,のそこからもあのヘビ見えるんですか見える、まあねだからこう前の人シッターンシッターンっていうね座 <laughs> れよって見えないだみたいなどこが飛び交うっていうね <laughs> そうですよね世界中から来てるんですもんねこここうこうしゃがんだままこうやって手をこうって っ <laughs> っててるいう、ね、<laughs> へえ<ー>でもあれですよ直前までちょっと曇っててさああそうなんですね。そしたらその本当10分前になったらまさにね、うん、雲間から太陽が現れてうわもうくルる感がこう降臨するわけですよピラミッドの横にこうあら見事に。すごーい あれはねやっぱり神様いるって感じだねいますねさすがまあ暑いけど暑いのよもうさでクッキーがさもうまああっちの子はちょっともうてるもうもうさ、塩。うもうもうもこもうもうみうな塩にうっちゃうも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 いもうもうもうもいもう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 ももう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  でさ最終日にはさメキシコシティがちょうと近いでテオティワカンね有名な太陽のピラミッド月のピラミッドケツァルコラトの神殿ってあるでしょまあ広いってまああれねあんな広いと思わなかったねでかいもうえ東京東部何個分なんだろうだからあれ全部歩いてそのピラミッドの周りとか回ったら結構だよね うん。一日び、まるまるかかっちゃうかも。あ、もうディズニーランドレベルですね。もうあの、うん、だってあの、太陽のピラミッドなんか、あの。基底部、面積の、ね、この四角い大きさ。うん、これはね、エジプトの大ピラミッドと同じだもん。へえ、うん。だから、ピラミッドってさ、行くとさ、全部回る、まあ、ある。うん、ね、うん。んねえか。 基本全部こう表裏横をさ抑えなきゃっていうでゴいっても大変まあ大変そっかしかも暑いしね必ず暑いしでまあいろんなね不随する遺跡とか行ったんだけどでいろんなこう装飾のね壁画とかを見ながら月のピラミッドのこう行こうとした時に突然はい こひげこんな生やしてサングラスかけたさ誰外国人まあそりゃそうだよね自分たち以外全員外国人なんでそりゃそうだよおっちゃんがさんかいきなり握手してきてさ「やべメキシコでも顔割れしてるかな」みたいなまあ今 YouTube はね世界中で見れるからさ「見えっムーミーいるのかな?」とか思って「ねムーミー読んでる」とかねなんかそういうことかなと思って。 でこう突然握手されてでねそしたらね「ブラザー」って言ってんのよ。いわゆる「今日でいい」ってこれしてたわけあこれしててこれ指さされて「嘘嘘あそういうこと!」って言ったら「ブラザー」で握手だからその握手しましたちゃんとこういう。 えー、ライオンズポーでクッてこういうこっちのやっぱりみんなやっぱり本当にやるんですかクッてこうやって、えー、向こうは別のあ,あのこういう親指をこうやったりとかでいろいろなんだけどこっちをライオンズポーとクッて<え>そっちのほうが階級上なんですか、ね、何言ってんだよ当たり目だ当たり目だ何言ってんだよまあいわゆるなりすまし <laughs> エサし、そうです。いや向こうが勝手に勘違いした。そうですよね。いや別にそれで上でちょっとまる別にねあのメイソンだとかねね言ってる言ってないからね一言も言ってないからね言ってないもん。ただ握手されたから握手で返しただけだからそうですね。そうですねどんなねまあ年をがありですよね。一緒にね来てたあのツアーの方にねちょっと今写真撮りさすさすさもう笑顔の。 笑顔のひげ生やしたおっさん二人こんなことやって現地の現地ノラノラフリーメイソンと遭遇したんですねいいなあいやもう多分そのピラミッドだからさやっぱりこういっぱい来るんじゃないのメイソン的にはやっぱりメイソン現るですねあ初めてこれがこうかしないねじゃそれアマゾン <laughs> 密林で買ってもプロにプロっていうか本物に認められるってことでもなんでもないっそっかじゃあやっぱり海外行く時ピラミッドの周りに行く時は絶対してった方がいいですね。ね <laughs> まあ国によっては石投げられるかもしれないけどね <laughs> イスラム圏はやばいかもね <laughs> あそうです、ね、非合法の国ってあるからねそっか,そ,っかそれは気をつけた方がいい。うん、ちゃんとチチェェッッククししててね歴史を まあ、メキシコはいいんだみたいな。<laughs> メキシコに行くそう。でね、まあ、<ー>あの。そうですか。メキシコ行ったから、うんうん、やっぱこうお土産とか買わなきゃな。ってうん、うん、何かなとか、もう決まってるわけよ、もう。かね、メキシコといえば、何ですか。かまあ、いろんなのあるわけ、うん、なんか頭蓋骨のせっしゃの祭りだとかさ、こういろいろこう。あ<ー>、あそれ買ってってもな、みたいなのとさ。

いやでもそれはいろんな意味で美味しいこれは買っとかないとメキシコ人もやっぱり UFO を愛してるんですどう思って買ってるでしょうねーフォ。多分ねこれねやっぱりね特にアメリカ人もそうなんだけどとんかソソーースス好きなだよあ誰かたこ焼きとかさそばとかさお好み焼きとかさこのソースがね好きなんだよね だからこういうい焼きそば系とかさあじゃあ現地の人はこれ UFO の形かなうどうかなうこれで多分日本のイメージ決まってると思うんだよ、ね、<laughs> <う>日本人は UFO を信じている信じていると焼きそばまで UFO の形日本の UFO はこん,な形こんな形で飛んでんだと <laughs> んる稲妻な感じですね へえ。だあらね。そうですか。これ後でこうあのプレゼントでね。クソやったじゃん。じゃあそこら辺の人以外に。そうにいった人は持ってるかもしれないけどね。そうです。自退してくださいね。当たったら。へえ。なんでね。いやまああっという間の紅白洋歌。この後にはなんかね。はい。でのあのすみちゃんが同じなんか同じというかまああのメキシコツアーで。はい。 暮らしている。そちらの方もなんか半、はんね、成立して。なかなかメキシコ観光さんもね、非常にこう。新しい心い、はい。いいですね。メキシコブームが来んじゃねえかなという、ね。<laughs> メキシコブーム。いいですね。ちょっと外交に一役買おうかな。じゃ、あちょっと。ミイラの一つでも持って帰ってきたんで。いや、見てきたあみ。あ、見てきました。 ハイメンメイさんが持ってるのじゃなくて、はいうん、あれ持ってるる人いるんだよあれ今50体ぐらいあるからさ <laughs> その今ペルーのさご当地ではさ、はい、もうお土産物とかさ、うん、売ってるからさ、うん、じゃなくて本物<ー>本物を持ってる方がいるのよ。 よくちょっと誰とは言えないんだけどよくそこにたどり着くましたね当た,当たり前だよさすがですねそのぐらいの情報もでそこに行ってこういろいろこう、はい、見せてもらったこれ誰とは言えないんだけどうん、うん、ちょっと事情があってあ事情があってちょっとこうあくまでもこうツアーに行った人だけのいいなこのねとある方目でちょっとアピール。うん <laughs> 話聞いたたらその人コンタクティーだったって <laughs> 宇,宙人に宇宙人に会ってたってどうでもね UFO にさらわれたんじゃないかなっていうへえそこつながりますやっぱりいや貴重な,なんかお話をへえどんな何系のどんな宇宙人と会ってるんだろうまあちょっと詳しくは言えないんだけど詳しくはいけないんだけどよ、ねよね、まあポルテルが開い そこからこう、出会いしてるんだって。どこに開くの?。いや、それ空間のある場所にこう、こうこう。ある場所教えてほしい、そこ行くから。ええー。そうに。まあ、最近も、とある山の方に。はい。で、やっぱり出てきた。山。ポータルがあって。みたいなへえ<ー>。まあ、いろいろなね、非常にこう、スピリチュアルな話を聞いてきましたね。いいですね。面白いよ、すっげえ。うん,うん。それ。 それ通訳さんを挟んでっていう感じでもうガイドさんがもうね現地に住んでる方でもう日本日本語ベラベラっつうのも変なんだけどもともと日本人ですからねそうですよねスペイン語ベラベラっていうでまずこういうことにね関心があるんですごいこう通訳でもねテクニカルタームってあるじゃないそうですねそれも全部知ってるからねもうすごい ええー、貴重なね,ね数日間でしたね。機会があればね第二代第三だとかね。うんうんうん、いいな。じゃあ,あれじゃないですか見と行くとかさ。いやいいです私何にもこんあの人脈ないです。<laughs> それコーディネートさ向こうはやってくれるほほほ。ちょっとねコーラ買いに行きたいぐらい。コーラこだわってんね。<laughs> そんなにうまいかあら。 いいや知らないですだ,、うん、だからちょっと楽しみたいなって思ったぐらいで、うん、でもちょっととあるルートからいただきましたありがとうございます飲 <laughs> <laughs> もうみんなでへえー、そうなんですねそんな中日本は地震だなんだってあ巻いてるい今日は全部メキシコツアーの話じゃないあ何もメメキシコ挟んできますあ <laughs> トルティーヤな感じで、トルティーヤ、全然知らない, <laughs> い。とりあえず知ってるとこっ込んでみました。<laughs> テキナー、テナー <laughs> それぐらいしか知らないけど、テキーラー <laughs> ぐらいしかさっきからそれしか言ってない。おお、写真撮る時のね、うん、チーズに変わるのテキーラーとか言うらしいよ。やっぱり、でもテキーララって言ったらちょっと、アホ仲間になりません？う,ね、<laughs> うってちゃんと、テキーラ違う、テキーラー。<う> <laughs> そっかね、ちょっとその話はまたムーに盛り込まれたりすするんですか、ね、まあ言った以上はなんか企画やれみたいなね <laughs> いいじゃん別にとか思うんだけどまあなんか考えますよ考えますよちょっと楽しみにしてますね。はい